この加盟国の決意を示す、こういった成果文書がコンセンサスで採択をされております。こういったことでありますので、敵国条項を援用する余地はないと思っておりますし、我が国の対応はあくまでも国際憲章に従った、この国際法上適法な行動を想定しているということでありますので、このご指摘の点は懸念に当たらないと考えております。鈴木芳郎君。ちょっと矛盾してるなと思うんですけど、多数で決議してもらったんだったら条文を削除すればいいんだと思うんですね。それをさせたくない国があるから残ってるのかなっていうふうに推測するんですけど、だからきちっと安全保障条約みたいなのを結んでいかないと、必ずそれがじゃあ今回のその法改正によって自衛隊を外に出していったときに国際裁判所に訴えられたときどうするんですか。だって憲章のところに残ってるじゃないかって、決議はされたとしても私文化されたっていうのは日本側が言ってることなんです。でもそこのところをクリアにしないで今回の法改正に臨むっていうのはちょっと無理があるんじゃないかなと思っておりますので、今後一つよく検討してもらいたいと思います。終わり。